スフ・巣正之助は、幕末の長州藩士。正之助は、通称で、イミナはケン変名に、浅田康介、松岡圭介などがある。スフ氏は、増田氏の支流にあたり、近世以降は代々長州藩毛利家に仕えた、家柄である。正之助もこの一族の出身者であり、文政六年、長州藩士、スフ吉左衛門県政と、 村田伝左衛門信義の娘だけの逸尾として生まれる。父と長兄が相次いで没したことによる末期養子であったため、火力を68国に減ぜられ、わずか生後6ヶ月で家督を相続した。栗原良蔵や松島強蔵らと同盟者を結成して政治を論じたが、弾圧されることなく、高下四年に幽筆、無くなし等だの転役として抜擢された。 文久二年頃に反論の主流となった長い画学の公開演略作に反の経済政策の責任者として同意したが、草加玄髄ら松下孫塾の藩士らに説得され、反論統一のために上位を唱えた。源氏元年、高杉晋作と共に長州藩士の暴発を抑えようとしたが失敗。その結果起こった金門の変や第一、次長州征抜に際しても、 事態の収集に奔走したが、次第に、無垢なしら反対派に実権を奪われることとなった。同年9月、責任を感じて、山口矢原の章や、吉富東米帝にて切腹した。去年42、村上一郎、総毛論筑く学芸文庫、2018年、P272。村上一郎、総毛論筑く学芸文庫、2018年、P273。 ありがとうございます。